で、独門守護大名とかは、まあ、その各地で治めて、まあ、で軍事力を持って平和を守ったり、警察ね、だから悪いことしたやつがいたら捕まえたりとか、そういうことをまあやってたんですね。ただ、ね、それがこの、まあ、応仁の乱で、ぶっ壊れてしまうということなんですけども、結局、もう権力争いになるわけですよ。ね。その慣例がどんどん力を持っていっちゃうんですね。守護大名とかが。力を持っていって、で、この時の応仁の乱の時のね、将軍、足利義政っていたんですけども、彼はあの銀閣寺を作った人なんですね。銀閣寺ってあるでしょ、あの、ね、銀色じゃないやつね。銀色じゃないやつ。銀閣寺を作った人なんだけど、だからそういうすごいね、文化的な人だったんだね。そういうなんか、風流とかさ、そういう芸術みたいな感じの人だったから、あんまりその関心がなかったんでしょうね。だから、そのさっき言った慣例の人たちとかが力を持ってきちゃって、なんか、もうやりたい放題やっちゃってるわけ。でも、ね、義政は別になんかあんま関心ないから、まあ別に、みたいな感じだったらね。なっちゃうから、もう好き放題で。そこで権力争いが起きちゃうんだね。俺が幕府を指導しますみたいな人と、がこう出てきちゃうんだね。足利が将軍ではないのに、将軍じゃないのに、僕が、全部決めますみたいな人が出てきちゃう。それが応仁の乱なんですよ。そこで、細川家っていうのと、山名家、大内家っていうのがこう分かれてね、東軍と西軍になって、こう、戦い続けた。10年間もずっと戦い続けたわけですね。誰が、だから一番の権力者になるかっていうやり合いなのよ。これは。応仁の乱っていうのは、幕府をぶっ倒すとかいう話じゃないのね。幕府の中で誰が一番権力を持つかっていう争いなの。それをずっとやってたの、守護大名たちがね。で、その間、その、義政をね、はじめ、その、将軍は、あんまり、みたいな。うん、みたいな。一応、まあ、なんか、その、どっちかになんか言うけど、その、主導権を握るわけじゃない。やってください、みたいな。自分たちで決めてください。トップは、みたいな。私は、まあ、将軍でいるから、みたいな感じで、積極的じゃなかったから、どんどん信用を持っていくし、もう幕府の力自体が落ちていっちゃう。っていう風に、なっちゃうんですね。で、さらに、関東公方っていうのがあるんですけども、関東だね。だから今の東京とか、その辺にですね、関東の、まあ、足利氏もあったわけ。だから自分の足利家の、まあ、分裂させて、関東は関東で、お前らが治めるんだ。守護大名より、まあ、さらに上だよね。だからもう、じきじきのもう親戚が、だからもう、なんか兄弟が治めるぐらいの感じですね。で、関東公方っていうものがあったんですけども、そこがね、どんどんちょっと対立してきちゃうんですよね。この京都の室町に対して、いやなんかもう俺らは俺らでやんねえみたいな、もうね関東は関東でちょっとなんかねやっちゃってもいいんじゃないみたいな感じになって、対立してきますね。京都の室町幕府と関東のねその公方がね対立してって、そして、室町幕府は、じゃあちょ自分のね直々のなんか弟みたいな人を関東に送り出して、お前ちょっと行ってこいっつって、あいつらなんか最近なんか言うこと聞かねえからお前が行ってきてもうまとめてこいっつって送るんだけど、で関東の人たちは知らねえよ京都の奴らなんか、西の奴らの言うことなんか聞くか、俺らやるんでっつって、バトル始めちゃうんで、そこでもね、そこで関東が分裂しちゃって二つのね、堀越と古賀っていうのね、分かれて、そこがバトルしちゃって、まあ、もう幕府のね、パワーがまた落ちると。ずーっとだからもう内乱の繰り返しなんですよね。せっかくね、統一されたもの、幕府って中で誰が権力を持つのかっていうのをずっとやり続けてる。そういう中で出世してきたのが、まあ今川家だったり、その今川家に仕えてた北条早雲ね。北条早雲っていうのは、最初の戦国大名とも、まあ、戦国武将とも言われてるんだけど、もともとはね、普通にその幕府の守護大名の今川家に仕えてた、ただの武将だったんだけど、成り上がってね、俺が全部仕切るっつって、後にね、小田原城とかを作る北条家の子孫になる。そういうのも出てきちゃう。つまり下克上なんですね。もう、パワーバランスがもうぐちゃぐちゃになっちゃうから、もう下の人たちが、もう俺がやるっていうふうに、こう出てくるっていう時代が、室町幕府後期なんだよね。そうなんですよ。さて、でさらにね、余計な問題が起きてしまいます。もう決定的な問題が起きてしまう。はい。応仁の乱が、ね、とりあえず落ち着いて、じゃあ、この細川政元っていう人が、権力を握りました。ね、応仁の乱を収めてね。じゃあ私の言うことを聞けっつって、私がトップだってなって、とりあえずまあ、じゃあ細川さんについていくかって感じでまとまってたんですけども、大問題が起きてしまう。このね、細川政元、もうガチガチのゲイだったんですよね。ホモだったんですよ。ね、かなりもう怪しい感じではあるんですけども、それがね、何が問題なのか。これですよ、家督。子供ができないのよ。ゲイだから。子供ができなかった。せっかくね、細川家がとりあえずまとめたのに、じゃあその次、この人死んだ後誰がやんの？子供いないよ。そこでまた、
バトルになっちゃうわけね。権力争い。で、その権力争いの中で、勝ち上がったのが、三好長慶だったんですね。三好長慶。で、この人が、頭角を現して、この細川政元がいなくなった後、で、これ死後でも何でもないでしょ。今まで名前出てこなかったでしょ。急に出てきてね。だから北条早雲みたいな感じで、バーンとその、ね、家臣からバーンと出てきて、この幕府の実権をこう握ってしまうんですよ。ね。もうずっともうここまで将軍の話出てこないでしょ。ずっともう、その、将軍の下の人たちの話。だから、何も将軍はできない。将軍なのに。ね、全然もう、こうしてくださいとか言えないの。もう下勝手にね、もう下が上がりすぎちゃってるからね、権力がね。もうただのお飾りみたいになってきちゃってね。だから室町幕府の印象っていうのは薄いのかもしれないですね。はい。さらに、まあ、この時代を語る上で話したのは一揆ですね。これは戦国時代でもたびたび出てきますよ。一揆っていうの。で農民たちが鍬持って、うわぁ、侍の言うことなんか聞くかーみたいな。ね、一揆ってイメージあると思うんですけども、この一揆っていうのはですね、そもそも何なのかっていうと、まあ、侍の言うこと聞くかってことなんだけど、まあ、農民の自治権の要求なんだよね。農民と国民っていうのは、まあ、そこに住んでる、まあ、ね、すごい、まあ、仮想の侍っていうのかな。まあ、そこの地元に根付いてる侍ね。こういう室町幕府の人とかじゃなくて、その地元の侍みたいな人たち。とか、農民とかが、その、この村のルールは俺たちで決めてもいいじゃん、みたいな。なんで室町幕府とかわけわかんねえですよね。その、うち一回も来たことないのに、なんでそんな奴らに米とか年貢を納めなきゃいけないの？自治権をね、よこせみたいなことが一揆なんですね。それがまあ始まりなんですよ。対等な関係の要求なんですよね。だからなんかまあ今で言うと労働組合的な感じなんですよ。だから革命に近いよね。うん。そういうことを起こした。もう室町幕府の言うことなんか聞けるかっつって。俺らは俺らでやるんじゃっていうのが一揆なんですね。これもすごい流行ったのが室町時代の後期なんですね。うん、こういうことがあったというのをまず覚えておきますね。そして、ようやく来ます。はい。戦国大名とは。こういう感じでもう室町幕府のもうパワーがどんどん落ちてってる。で、もう村人とかね、農民とかは一揆を起こして言うこと聞かない。で、権力者もどんどん滅びていくみたいなね。もうカオスになってきたところで戦国大名っていうのが現れるわけですよ。戦国大名っていうのは、要は、まあ、守護大名と言ったけど、幕府の直属だった、守護大名とは別。それではなく、要は、室町幕府の言うこと聞きませんっていうのが戦国大名なんだよね。だから室町幕府が作ったルールとか知らん。俺らは俺らでルール作る。だから、ちょっと一揆のね、さらにでかいバージョンということなんですよ。だから要は、農民たちが言うことをね、聞かなくなったわけです。そこで、代わりに、じゃあ、室町幕府の言うことなんか聞けねえよな。あいつらもう言ってることおかしいもんな。次からじゃあ、俺がここ仕切るから、俺の言う通りにしろ、お前ら。みたいな。俺についてこい。みたいな感じで言ったのは戦国大名なんだ。だから、まあ、戦国時代とはいえ、ちょっとなんか民主的な感じもあるよね。うん。室町幕府のね、言うことは聞けない。だから、俺たちはこういう風な、ルールでやりたいんです。わかった。お前らの言うこと聞くわ。つって。だから、俺はここトップにさせてくれて、ここ俺は守るから。ね、そのルールの作り方とかも協力するから、一緒に収めようみたいな感じなのが戦国大名なのよ。ね、意外じゃないですか。結構だからその民主的な感じではあるんだよね。だからその国人とか農民とかの要求を受けた上で、その場所を守ります。で、室町幕府が言うこと聞かなかった。その農民とかの言うことなんか知らんみたいな。お前らは俺らの言うことで聞いてりゃいいんだよっていうのが室町幕府。戦国大名は、分かった。お前らの言うことちょっと聞くわ。その交渉、応じるわと。ね、話し合いをしよう。その代わり、俺がここ、ね、室町幕府の代わりに収めるよっていうのが戦国大名なんですよね。ただ戦ってるだけじゃないんですよ。だから戦国時代っていうのは、その土地その土地の、ね、もちろん米とかね、ないと、戦もできないから、その農民とか国人とか、その地元の人たちをね、抱えて、地元の人たちと協力して戦っていくっていうのが戦国大名ってことなんですよね。だから単純に、室町幕府がもう弱くなってきたから天下取ったるぜって言って上がってきたというよりは、平和のためね、その村とか、その領国を守るために、国人たちとかと交渉して自分たちで法律を作っていったっていうのが戦国大名なんです。ね。お分かりいただけましたでしょうか。はい。そんな感じで、ね、そうなったらやっぱりさ、ね、当然村人はさ、行くでしょ、戦国大名の方。その室町幕府、お前らの言うことなんか知らん、全部俺らの言うことで言う通りにしろって言ってくる人より、俺らのね、今こういうことがあるから、なんかそういうこんなたくさん米を納めろとかできないっすよって言ったら、ああそういうことだったらしょうがないなっていうふうに話聞いてくれる人の方が絶対いいですもんね。だから戦国大名が台頭して、室町幕府はどん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 弱っていってしまった、滅びてしまったっていうのが、室町時代の、まあ、基礎的な知識だというわけでございます。はい。そしてね、そんな
もう下り坂、もう滅びるしかねえじゃんみたいになってきた室町幕府を実はね、再興しようとした人がいるんですよ。このダメになった室町幕府を再び、あの時のね、足利尊氏からね、始まったあの時の、あの、権力のあるね、かっこいい幕府に戻す、その最高の幕府を取り戻すって言った人がいて、それが第13代将軍、ね、剣豪とも呼ばれた、剣がめちゃくちゃ強かった足利義輝なんですよ。ね、足利義輝っていう人がいて、牧伝っていう剣豪に、剣を習ってね、剣の腕前もすごくて、勇敢で、ね、すごい行動力のある人が現れるんですね。13代足利義輝。ね、あんまりこれ、歴史の教科書にも出てこないんですけども、この足利義輝が、ね、もう、あちこちで戦国大名がバーって怒って、好き放題やっちゃってる、ね、室町幕府は、三好長慶が権力握っちゃって、将軍なんて犯されみたいになっちゃってる、それを、なんとかするぞつって立ち上がったんですよね。その、足利義輝が、幕府を再興することできず、志半ばで、ね、若くて死んでしまうんですよ。その事件を、次にね、信長の、京都へ上洛する話でお話ししたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。最後まで動画を見てくれてありがとうございまする。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いするでござる。それでは行きましょう。本日の問題はこちら。さあ、あなたにこの問題が解けるでござるかな？それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。